どうもこんばんちは、キシトです。リターン、続きの方ね、やっていきたいと思います。あの部屋行くのか、覚悟して、本当に怖いから。本当にあなたの想像だることを願ってるわ。いない、ちょっと勘弁してよ。さっき本当に怖かったんだから。だって、ユウタはここで首をつって、もう、サキじゃなかったら本気で怒ってるんだからね。変な冗談言うタイプでもないのに、信じて絶対にここで首をつっていたの。はいはい、ただの見間違いだったのかもしれないしね。よく考えてみれば、それだってユウタからの仕返しだったのかもしれないよね。それくらいひどいこと言っちゃったわけだし。本当に、本当なの。ううん、信じてるって。ユウタは恐怖体験には本物思考を求める人だったからね。見てよ、バラが置いてある。ほら、全部冗談でしたってメッセージなんじゃないの？キャンプに戻ろうよ、先。絶対遊んだ方がいいって。このバラ、どこから出てきたんだろう？ちょうどユウタが首を吊っていた場所の下に落ちてる。バラだね。一体何が起きてるの？確かに何が起きてるんだ。かなえちゃん、キャンプに戻る準備はできた。よかった、いたわ。そうね、確かに休まないといけないわ。そうよ、これ以上ここにいたら私もおかしなものが見え始めちゃうかもしれない。ああ、居心地が悪いわ。割れた鏡の中にはたくさんの私が見える。壊れてる。はあ、こんなところに比べたら森の中で用を足すなんて贅沢ね。こんなことになる前はとても綺麗だったの。こうなる前は。きっとそうだったんだろうね。そうじゃない。私は見たの。わかったわかった。ごめん、ここから出ましょう。そうな。確かに。綺麗だった頃のあれを体験してるからな。どっちから出るのが正しいの、これ。当てるテレポーズ。あれは一体なんだ？あれは、ユータのところに繋がってる。そして現実なの。見たらわかるわ。また苦しくなってきた、ユータ。結局、ユータは本当に死んでしまったのかな。落ち着いて、サキ。それって、吊るされた人形よ。ユータが逃げ出したとき、あなたはすごい動揺してた。それに、その幻覚みたいなものを見てたし、だから頭の中にこの人形と他の何かがごちゃごちゃになっちゃったんじゃない？そうであって、欲しいものだが。この化粧室に化粧なんてないわよ。うん。何しかない？これ。外を入れてプライバシーに配慮した方がいい？いえ、ハンドルがまだあるか確認したいだけだから。うん、まだあるね。何の役にも立たないけど。出ましょう。あれは何？そもそも現実なの？知りたくもないわ。この列車怖いわ。一応ね、プレイヤブルキャラクター2人って言ってたからね、多分かなえちゃんとかも主人公になるのかな。これって誰のだろう。この列車の管理人、とってもハンサムだった。本当は新婚旅行で列車に乗っていて、それで。何？なんでそんなこと知ってるの？ああ、私。ちょっと待って、知りたくない。怖くなってきた。うん。電話しよう。ねえ、どうしたの？ドアが開かないの。何かが邪魔になってる。岩がドアに引っかかってるみたいね。あの地震のせいか。それ、そうね。あれって何なのかしら。わからない。でも変よね。この辺は火山地帯か何かなのかも。かもね。でもそれなら、誰かそのことを知っててもいいと思うんだけど。センはこの旅行を契約した時にきっと知ってたよね。センがキャンプファイヤーの時に、詩を見てああいう態度を取ったのを見ると、正直、線についてもう何を言っていいかわからないわ。気にしないで。もう一度列車の前の方に戻ろう。誰かドアが塞がる前に出られなかった人がいたら会えるかもしれない。ここから出る方、別の方法がきっとあるわ。いや、別にだって、向こうから入ってるわけじゃん。そっから出る必要もないと思うんだけどね、別に。え？
前よりひどくなってる。これは何？さっき。わからない。でも言おうとしてたのは。キャー、何なの？俺が聞きたい。ドアは動かなくなっていて、血まみれになっている。錆びた杭が木から突き出ている。これも動かない。それにこれも見たくない。ドアを調べる。傷が3箇所ある。何か相手持ってるわけでもないよな、俺。バラ。何か使うとかでもないもんな。バール。使えません。見て、新しいページだ。え？自分を見るとき、そこにいるのは本当に自分かな？鋭い牙のお化けかも。子供の絵だ。不気味なしね。どんな意味なんだろう。何なんだろう。大きな岩がドアの反対側に積み重なっている。窓に映った自分が見える。うん。何の面これ。読めんわ。どこから出てきたんだろう。私の顔、なんで？不思議、不思議。いや、そんなこと言ってる場合じゃないだろ。おかしいだろ。面？これでよし、ドアが開くようになったわ。何なのこれ、俺が聞きたいわ。あ、外しちゃうと開かないんだ。不思議な。どういう仕組みの音になってんだ。あれは何？後ろで閉まっちゃってる。どういうこと？どうしたらいいんだろう。何かを吊るすための釘があるね。傷はない。そっか、わかった。閉まったドアを開ける方法も。そうよ、来て。鏡に映った私たちが鍵を持ってるか見に行こう。窓が汚すぎる。これは手のやつだな。ぼんやり映ってる。お、男の面を手に入れた。まただわ。気持ち悪すぎ。全く同意。これ開くのか。それで開くんだな。リスクを避ける。ええ、今来てしまうのはまずいわね。何かあるんだな。ガラスの中で拾いますか。何かは物ないのか。手袋みたいな。映ってる。下の歯出すぎじゃない？
またお面だ。どうしてこんな怪奇現象に落ち着いていられるの？まったくね。またお面だ。行こう。私できない。何が？正しいお面がないとここを通り抜けるのは無理ね。うん。正しいお面？今は役に立たない。ああ、ってことだとガラスの中にあるやつなのかな。手を切っちゃうっすだけどな。セーブしよっか。じゃあセーブして、いや入れてみようか。牙。普通に取れんのかい。4箇所ある。この牙はさ、何かに使えるとか、あの面のだと思うんだけどな。うん。6箇所ある。6箇所もあります。うん。ここは使わないんだ。どっかにつけるしかないと思うんだけどね、これ。開くんだよな。つけて歯をつけるような感じだと思うんだけどな。ここにつけられるのか。つけられない。つけられないようで。逆にじゃあこのあれか、こいつ持ってるしかないのか。ったく何なってんだよ。牙が、あ、これの牙か。これ？これでもないのか。あ、いいね。これ多分外せんじゃないのかな。うん。うまくいった。探さないと。で、これを反対側につける。
これもまあ外した方がいいな。使うかもしれんしな。おかしいな、お面を通車にドアが開いてない。何かが足りないんだわ。調べる。この牙でしょ、牙。カチッと音がして、牙がお面の口に溜まった。これで完成だ。ドアを通る。こんなとこ抜けようぜ、カナエちゃん。ここにもか。おお。般若の面、怖いね。この面、これって怖いわ。なんで触れるの？まあお面ぐらいだったら。あのゲイチンがとてもいい匂いがしたのを覚えてるけど、それはありえない。なんだ、気にしないで。ちょっとデジャブだっただけ。本当にちゃんと起きてる？起きてるよ。やだ、もうやめて。半夜面の方だな。二つ牙だ。さっき移動したの。いやあ、逃げるんだよー。消えた？そうみたい。半夜面つえー。ドアはね、元に戻ったみたい。血痕がない。何もないわ。何が起こったのかな？理解しようとしたら頭がおかしくないぞ。とにかくここから出よう。わっ！さっき何なのあれ？シャドウだ。手取り出よう。やば。あれがまた出てこないといいけど。なんなんあれ。おかしいだろう。急に化け物出てきたんだけど。なんかみんなはどこ？わからない。キャンプに戻ってくれてればいいけど。みんなやられちゃったってことはないよね？それは考えちゃいけないわ。どうやってここに？みんなはどこだろう？聞いた？あっちに行け、一人にしてくれ。ん？千の声、何なの？お、千の声。うわ、キャー！さっき！なんじゃこりゃ！助けてカナエ、滑る！あれは何なの？カナエお願い！さっき！助ける助ける。何？いいボタン、いいボタン連打。大丈夫？ふぅ、ありがとう、カナエ。これって一体何？あれ、地獄？やばいだろ。わからない。普通の列車じゃない。そう思う？ねえ、正直もう何なのかさっぱりわからない。怪我してるの？大丈夫。もし落ちてたらどうなってたか。あそこには行っちゃダメ。とにかく、あれから離れよう。それがいいわね。でも、線のところに行かないと。地獄。やばい。線？さっきよ。カナエと一緒。ここよ。線？誰もいない。線いる？線いないわね。足が棒になっちゃったよ。さっきちょっと一息ついていいかな。でもあなたも聞いたでしょ。彼はここにいる。何かを聞いたわ。もうどっちが上かわからない。少しだけ話を聞いて。一度落ち着いて状況を整理しよう。一緒に。そうだな。そうね、それがいいと思う。
どうしたのかなえ、あなた震えてる？少しね。そりゃ怖いだろ。しっかりしてかなえがそんなことで私はどうなるの？あなたが必要なの。そうだといいけど。何言ってんの？かなえは強いよ。尊敬してるわ。さっき、でもただ何？ただ、そのいろいろとね、私のせいでみんなをこんなことに巻き込んでしまったんじゃないかって。どういうこと？ゆうたに何があったとしても、かなえのせいじゃない。私のせいよ。あのメモ、私が書いたの。あなたに。え？そう。私の先への気持ちなの。え？私への気持ち？でも、かなえはかずきと。かずきは好きよ。でも、ずっと好きなのは詐欺なの。え？そっち系なの。でも、私はずっと臆病だった。どうやって気持ちを伝えたらいいかわからなかった。私がしてきたことは全部、あなたのそばにいるため、好かれるため、チャンスを待つため。まあ、全部線はユータがやったことだと思って責めちゃったんだけど。じゃあ、あのメモって、カナエのリュックから落ちたの？そう、でもまだ自分のだって言えなかった。だから線のリュックにメモを入れるのも止めなかったの。それに、線がユータを責めたとき、まだ心の準備ができてなかった。テントに逃げ込んで隠れたかった。それでユータは逃げ出しちゃって、みんな離れ離れになって、今はこのおかしな列車はなくて、何が起きてるのかわからない。でも、それでもさっきは私はさっきのことしか考えられない。それで今ただ私の気持ちをあなたに伝えてる。二人で閉じ込められてる時に。さっき、許して。ううん。さっきだけじゃない。セン、カズキ、それにユータ、みんなに謝らなくちゃいけない。私のことを軽蔑してるよね。ねえ、何も言わなくてもいいわ。いや、言うわ。それについては後で話そう。まずはここから出るのが先。それでいい？わかったわ。あ。ちょっと、あ。ごめん、そんなつもりは。違う、そうじゃないの。何かの上に座ったみたい。燃えてる。ペンダント。これは線路だわ。クロチョの誕生日にあげたやつだ。結局彼はここにいたのかも。でもどこに行ったの？あ、また燃え始めた。どうして？わからない。なんかこれって警告なのかも。また地震？あー、まだ出た。さっき彼戻ってきたわ。彼っていうのね。行こう、急いで。キャー。化け物を彼って言うのね。そしてまさかのかなえちゃんそっち系だったっていう。なんだ、戻ってきたのだ。かなえ大丈夫？そこにいるの？ん、さっきなの？せんええ、別の列車に戻ってきちゃった。さっき、どうしたの？ここはどこ？どこっていうのが正しい質問かわからないけど、入ってみれば答えはわかるわ。ダメだ。ドアが開かない。向こう側から鍵がかかってるのかも。ここから出してくれ、さっき。管理人が鍵を持ってるみたい。なんとかして手に入れられないかな。急ごう、さっき。なんだか、奇妙なものを見てるみたいだ。すぐに戻るわ。線飛んできちゃったね、こっちにも。うん、線頑張って。まあ、難しいな、女同士っていうのもまた。よくそんなことを、お前のためによくしてあげたっていうのに。いいえ、奥様、誤解です。誤解ですって。知りがたものはみんな同じよ。エイジみたいに真摯で優しくて、資産家の息子をたばらかそうだなんて。お願いします、奥様。私は真剣です。それに。教えてください、奥様。クラーク先生を呼んできます。やめて。あなたはもう私の家政婦じゃない。奥様、そんな、私は。出て行きなさい、このバイター。まだ終わってないわ、この。全然終わってないわ、この老いぼれ魔女。あなたの息子が何て言うか見てなさい。怖っ。そんな怖すぎるでしょ。全然いい感じじゃないな。
はい、というわけでね、じゃあ今回はね、まあ一旦、ゲームインでここの辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。